はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスタースカーレットバイオレットの、シングルランクマッチね、ついに、できるようになったんでやっていこうと思います。で、相手にいるね、この巨獣音が受け回しを使ってるとめちゃくちゃ辛いなって思ってたんだけど、まあ、それをね、倒せる神ポケモンを用意してきたので、それを倒せるというよりは、それを貫いて裏を倒せる神ポケモンなんですけど、使っていこうと思います。まあ、サーフ号なんですけど、ハッサムが畑ないから、ハッサムも多分見れるっしょ。で、ニンフにもタイプはめちゃくちゃ強いから、まあ、ソーブレイズに対して、引き先を用意しておけば割といいから、マスカーニャとセットで投げたいかな。で、相手ボルチェン一貫するから、ロトムから入ってマスカーニャサーフ号とかっていう選出に、まあ割としたい寄りなんだけど、ラウドボーンでテラス切って、っていうパターンもあるな、一応。いやー、ただロトムマスカーニャで押し切っちゃった方が多分強いよな。初手はロトムからでいいかな。で、裏マスカーニャと、サーフ号って投げて、下からボルチェンで、まあ、マスカーニャか、サーフを着地してからみたいな感じかな。イルカマン出てくるんだったらだけど。いやー、マジでね、昨日、これ動画多分投稿されたの12月3日なんだけど、2日の金曜日の朝9時からできるようになったみたいで、2日の夜ね、ちょっと枠取ってやってたんですけど、なんか全然、なんでっていう感じの、負け方をね、しまくって、めちゃくちゃ、あー、巨人音から来る。それもちょっとだるいけど。いや、でもこれは全然いいな、むしろ。スカーフ残すメリットがまあまああるんだよな。まあ、裏引いてきた時も楽だから。はいはいはい。ここトリックで、さあ、取られたら相手それはそれで辛いと思うけどな。今回はね、塩漬けを無視できる、神サーフ号を考えてきたので、塩漬け、はい。食らうんだけど、残飯これめちゃくちゃトリックしたかったな。まあでもロトムがスカーフ持ってるのは結構でかいから、この試合食らわないとこうね、塩漬けを無視できるんですよ。ちょ待って、こいつ PB 増えてないぞ。おい、どういうことだ。で、裏見た時に何打つかな。ゴールドラッシュでこうめちゃくちゃサーフ、あー、巨人削れるから引きたいはずなんだよな。通りいいのはシャドボか。たくんでもいいんだよな、全然。盤面的には。まあ、このサイクルは普通に殴った方がいいか。マジ効かない、マジか。鉄壁。それはでも、あれじゃない。焼け石に水っていうか、そういう感じじゃない。ね、ゴールドラッシュして倒して、まあ、ソーブレイズが出てきて、で、ちょっと厄介か。たくんじゃおう。だったらさっきのたたくんはよかったんだけど、ここで引いたら僕めちゃくちゃブチ切れてたけど、引かなかったからセーフです。まあ、ステロ巻いて引くとかはね、やる人いるけど。いや塩漬け効かないの偉すぎる。殴った分のダメージしか入っとらんからね。で、ここはもうさっさとゴールドラッシュでぶっ飛ばしに行きます。さすがにプラニだから落ちると思うけど。オッケー。まあ、巨人音本来はね、塩漬けして、4分の1ずつ削りながら裏に引けばいいんだけど、ステロ巻いてこなかったってか、ステロ多分持ってないな。鉄壁プレス、塩漬け再生とかあるんだろうね。技構成。ミミッキュー。これそのままテラス切った方がいいな、多分。うん。鋼になっておけば、とりあえずここ割りさえしとけば一応ロトムとあのマスカーニャで倒せるから、逆に僕引けないからここはテラス切るしかないんだよな。研磨いいで、ゴーストテラス切ってくればワンチャンまあ倒せるんだけど、そうなるとマスカーニャの攻撃が通ると。悪技なんでね、フェアリー消させれば耐性はちょっと弱くなるから。ここもシャドボレンダーでいいかな。 C プラ1でしょ。いくらミミキ硬いとはいえ、サーフ号C 特化だからね、落ちると思うけどな。あー、でもなんだろう、なんか変に耐えられてやだから一応ゴールドラッシュ打っとくか。 OK。 ゴーストテラス切られてたらまあきつかったけど、てかサーフ号落ちたけど、それはそれで相手3体目のテラスがなくなるから、まあ、僕の方が有利寄りだと思うんだよね。
これね、最初ね、受け録、純正受け録を考えてるときに、巨人音がちょっと辛いなとかって思って、そこで、このサーフ号がね、選択肢になってたんですけど、まあ、受け録にはちょっとね、そぐわないところがあるというか、そういうのもあってね、なしになりました。シャドボで切っていいかな。一応ただ今、鋼単タイプになってるから、まあ、インファラと死ぬけど、OK。サーフ号が神なんよ。神だ。めちゃくちゃ強かったな、サーフ号。巨人オンに。OK。GG。はい。じゃあ、そのまま続けて、2戦目やってきます。この試合、どう、ラウドボーンでめっちゃいけそうなんだけど、ミミッキーをラウドボーンでテラス切ればいける。で、バレルはまあ、割と、ラウドボーンきついから。まあ、バレルはどうにでもなるかな、はっきり言って。で、ガモスと、サフゴを銅で見るみたいな感じ。海竜にはラウドボーンテラス切れば大体いける。そうなるとめんどくさいのは、まあちょっとバレルがめんどくさいのと、まあ、その辺って感じか。あとまあ海竜、いやこれラウドボーンバレル銅とかっていう選出でいいと思うけどな。所定テラス切って炎早めになっときたいかな。マスカーニャを持っていくかどうかなんだけど、ちょっと大物な選出確定。マスカーニャにするか、まあ、バレルにするかどっちでもいいっちゃどっちでもいいな。だからそうするとあれか、オーロンゲがちょっとめんどくさいから、まあバレるのがいいか。受け3選出、通せると思うけどな。海竜がやばいのは、鉢巻きを持ってる場合なんだけど、そうすると多分割と、まあどうだろうな、後発からはきついけど、でもまあ一回耐えて、奉仕なりなんなり入れれば、こっちの思うような展開にできるから、ロンゲから来る。ここ、テラス、早めに切っときたいかな。オニビ入れときたいね。これで一応、アクアザーケアできるのと、挑発があるかないかだけど、挑発打ってきたら、まあ、見てから、バレル引きでいいと思うから。普通に最初から殴ってくるんだったら、次のターン怠けてから引けばいいっしょ。壁から来る。これは壁ターン稼がなきゃいけないから。で、でもどう考えてもめんどくさいのはガモスとサーフ号なんだよな、この後に出てくる。ガモスがちょっとめんどくさいかな。サーフ号はまあ銅で生きるから、おそらく。ここはちょっとバレルに。ラウドボーンはちょっと削るわけにいかないんだよな、今。まあ両壁張ってくるのか。ステゼリフかだけど、まあ、ステゼリフは一応バレル引いてキノコの星があるから即死ぬみたいのはない。だからね、僕が受け3にしてるおかげで割と相手のオロンゲが腐る寄りになってるのはでかい。フラーソングで殴ってもよかったかな、これだったら。その話は割とあった気がするけど、オッケー。残飯だけでペイできるね、こうダメージ量を。こっから僕星連打でいいけどな。相手視点はさ、とっとと引きたいはずなんだよな。星連打するわ。ソウルクラッシュはさすがにないから。ああ挑発打ってくる、まあ、それはいいね別に。うん、出てくるのがガモスとかその辺あったりかな。まあ、イカ様をしとくか。引いて、挑発ソウルクラッシュプラス両壁みたいな感じかな、構成は。ガモス、はい。まあ、ガモスでメガネはさすがに存在していない、存在しちゃいけないポケモンだから、銅で見れるはずです。スカーフはまあわかるんだけど。どう考えてもガモスは超倍するのが強いからね。メガネでオバヒ打つんだったら瞳の方がいいって話になるから、さすがに違うと思ってて。ああはいはいはい、オッケー楽勝。いやーこうね、受け3選出をたまに出せるのがめちゃくちゃいいね。受け3選出できてるときはね、僕の安定感が自分であるなと思ってるから、それで受けループを使うようになったんだけど、ステロ巻きてー、めちゃくちゃ巻きてー、ステロ。
巻きたいけどヒットポイント管理しときたいな。さすがにでもここはステロでいい。テラス切ってきたね。なんかやばいテラスタルするのやめてくんね。あ、フェアリーは別にいいけど、地面技ケアみたいな感じなのかな。超まいい。それはまあ天然だから僕は全然 OK だね。どうなんだろう、フェアリーテラスして体勢がそんなに悪いあれじゃないけど、一回あれかな、再生挟んだ方がいいかな。あくび直で押してもいいけど、いや、やばい技ないっしょ。あくびでいいわ。それはいくら打たれても関係ないから、これでステロ巻いて、ああそれあれか、テラス切ってステロされても半分いっちゃわないようにするみたいな感じか。ここロンゲ出てくんじゃない、一回再生しとくか。 PP は8でもちなみに全然気にならないね。試合時間が20分で限られてるから、そもそもそっちの制約があるわけで、そうすると8回はそこまでね、重荷ではない気がするわ。ロンゲー、こいつはステロとやけどでガンガン削っていけばいいから、銅の瞳で確保して、あとやばいのが多分海流だから、バレルのヒットポイントの方が雑に扱ってもいいかな。どっちかっていうと、そうだね、バレルの方が雑にいって、ラウドボーンは削っちゃダメで、あと鬼火入れれば勝ちなんだと思ってたら、コウさん選ばれたわ。ナイス。GG ってことでね。お疲れ様でした。